飛べない鳥よ。やる気が出ない時も羽が生え変わる。今日はゴスペルフォークシンガーの三山美沙さんにお話をお伺いします、はい、よろしくお願いします。美沙さん の、はい、あの歌を私はまあ、あのこれまで何回も聞いてきましたけれども初めて今日お会いしたんですが、そうですね、はい、あの歌とは違う本当に華奢な、いや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 、すごいパワフルな歌を歌われるなと思うんですが、まあよくそれは言われるんですけど、もともとあの、あの路上ライブとかをよくやってて、はい、あのまあ、もともと栃木県出身なんですけど、東京に出て、あの、まあ、音楽事務所に入ってたんですけど、そこのプロデューサーが、まあ、お客さんは自分で連れてこいっていうのが指令を与えられまして、はい、それでまあ路上ライブで、あの一からこう、はい、お客さんを掴んでっていう感じで始めてきたので、もう本当に道で大きな声で歌うっていうのが最初のスタートだったんですよね。なので、まあ、当時はもう東京だけでしたね。もうひたすら東京の事務所だったし、あの東京で活動をずっとしてて、で新宿とか渋谷の駅前でずっと歌ってきたんですけど、まあ、それでパワフルになっちゃったところもあるかもしれません。なんかギターを背負って歩いてるっていうイメージがそうですね、まさに、ま、前どこかでその姿を見たんですよ私そうですね、美沙さんイコールギター背負って歩いてる、重そうに背負って、うん、もう本当当時はもうギター背負って、あのアンプとか持って、ね、CD 持ってっていつも歩いてましたんで、小さな体ね、本当にパワフルですねパワフルにならざるを得なかったっていう感じですけど、でも本当に神様 の、 この歌を歌うことができる、その喜びというのが本当に感じるんですけれども、そうですね、まあ、でも当時はまだ本当にその自分の音楽がどういうふうにこう神様が使ってくれるのか分からなかったし、ただ一歩踏み出して音楽を始めたので本当に自信もないままに東京に出たんですけど、あの歌うその意味っていうか目的っていうのはやっぱり必要になってきて、続けていくためにそれが明確に本当必要になってきた時に、もう神様にどうしてこんな苦しい思いしていろいろダメ出しされたりとかしながらこう続けなきゃいけないんですかってこう祈りながら行った時に、あのこう自分の体を持って神様の栄光を表しなさいっていうその聖書の言葉が答えとして本当に私の中に入って、あ、こう体を使って人生を使って神様の素晴らしい、まあ、素晴らしさを表していくっていうのを見つけた時に、あの、まあ、苦しいとか大変とかいうことも目的があるだったらできるなっていう、そういうふうに感じて続けてきましたね。本当ですね、うん、本当にこう神様の栄光を表すためにっていうこの目的が素晴らしいですよね、うん、なんかそれがすごい腑に落ちたっていうか、うん、本当ですね、そっか、だから頑張るんだなっていうか、うん、神様を表現できる一つのツールを持っているようなもんですね。そうですね、だから自分にとって音楽がたまたまそれなんですけど、うん、なんかそこだけに固執してないっていうか、うん、神様の栄光を表すための人生なんだなって思った時に、はい、音楽だけじゃなくて何でもいいからそれになったらいいなっていうのは、うん、本当その時思ったんですよね。美沙さん、あの今手に持っている、はい、CD も新しい CD もありまして紹介していただいてもいいですか、はい、こっちが一番新しい CD になってまして、はい、あの賛美歌をカバーしたアルバムになってます、はい、でこっちはオリジナルの CD で、どっちも新しいものなんですけど、はい、あのまあ、こっちは賛美歌 CD で初めてカバーアルバムっていうのを作ったんですね、はい、で、そうですね、私も本当に子供の時から賛美歌聴いて育ってきたので、まあ、これは原点に帰ったっていう感じがしてますね、うん、先ほど美しき身深き、はい、美しみ深き、美しみ深きを、はい、すごく思い出のある曲なので、あ、本当ですか、それを力強く歌っていただいて本当に感謝です、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたい、そうですね、なんかこう等身大というか、賛美歌ってこうなんか綺麗に歌わなきゃいけないようなイメージ、新鮮な感じで歌わなきゃいけないようなこうイメージも私の中にもあったんですけど、はい、ギターで弾いてみたら、あ、もっと本当庶民的な、本当にこう、まあ、カントリー風な仕上がりにもなってるのもあって、あのもっとこう身近に聴いてもらえたらいいなっていうのはすごく思ってます、ね、心に染みてくるような、本当に賛美だったので、だったらいいなと思います、はい、あの、はい、まあ、昔聴いた賛美も思い浮かべながら、その時のことも思い浮かべ、私が思い浮かべながら、あ、本当にこうじっくり聴くことができてよかったです、嬉しいです、ありがとうございます。あの本当に忙しい、まあ、ライブの、ね、あの毎日を送っていらっしゃるということなんですけれども、はい、今後またどのような活動をされていきますか、そうですね、なんか昔その音楽活動してる中で、あのある時、
まあ、日本武道館に立ちたいっていう思いが与えられて、それまではいやでもそんなの無理だろうって自分でこう夢を夢と しなかった部分があったんですけど、ある時から武道館立ちたいっていうのを口にしてみようと思って言ってた時期があって、でもその時期は過ぎて、でまあ過ぎながらそのどういうふうにそこへ向かっていったらいいのか分からなくなってしまった時に、あの東北の震災があって、今度はまあ1万人の武道館じゃなくても一人のところにでも歌いに行きたいっていうふうになんかこう思いがまた新しく与えられて、でそういうふうに今度はこう本当になんか地道な一人の人のところに歌いに行くぐらいの気持ちで活動をしてきたんですけど、やっぱ武道館っていう夢はやっぱり与えられたこう芽が出したものなので、今ちょっとどれぐらいの成長してるのか分からないんですけど、またこれがこうぐんぐんと伸びてくる時が来たらいいなって思ってて、まあ、そういう時を待ちながら、やっぱり地道に一歩一歩を頑張って、心込めて歌っていきたいなって思ってます。いいですね、でも本当にこう芽が出たもの、神様がきっと与えてくださったものは、そうですね、やっぱりどうしても、ね、目に見えないものをちょっと使いづらいというか、こう握ったのを話してしまう、今ないような、そういつそれが成長するんだろうって分かんない時にありますけど、まあ、成長させるのも神様なので、私はそれを一生懸命、まあ、肥料をあげたりとか、しながら持ち続けていきたいなって、ね、そうですね、活動の中で、でも、本当に与えられたものは、そうですね、今私思いました。あ、本当ですか。祈っていきたい、そうですね、そろそろまたちょっと口しだし直そうかなと思います。ここで言ってくださったので、また一歩前進ですね。楽しみです、楽しみにしてありがとうございます。これからも頑張ってください。またお会いできるのを楽しみにしてありがとうございました。